いや、まあ新聞の記事の通りといいますか、要請がありましたよという形です、まあ、それに対してその、まあ、正式に、お受けしますとか、お断りしますとかいうような返事はまだしてないというだけの話で、まあ、要請は一応ありましたという形は、まあ、それは事実かなと思います。あの以前からそういうお話というのは聞いたことがありましたか？以前から、はい、ありましたかと、いえ、もちろん辰巳監督がちょっと、まあ、今年いっぱいでという形の辞任の発表を、すると、ね、ネットニュースとかいろんな形の中で、なんですかね、まあ、その例えば公認候補とかいうような形で名前が出ているのは知ってました。ただそこで自分が、もちろん2軍の方の試合もございましたし、で、まあ、これからも今もそうですけどスケジュールはあるので、そこはもう僕の中では2軍のスケジュールをちゃんと全うするという形に徹している、まあ、そこは周りがガイガイ言うのに関してはもう雑音だというのは思っているので、まあ、そこはあまり気にせずということは一応自分の中では思ってやってきました。ちょっと言ってこないんですけど、いつ頃その要請があったんでしょうか？要請があったのは、まあ、昨日ですかね。その時は感想、そっちいや、まあ、感想というか、はい、もちろんこれはまずもって一番最初に言えることは、皆さんそのマスコミその報道関係の方に言っておきたいのは、やはりその、ね、まだ1軍の方のスケジュールが4、5、6と名古屋ドームでの最終戦という形のものがまだ残ってますので、そこに対して、ね、今までずっと指揮を取ってこられた辰巳監督がですね、やはりその最後の最後まで、試合をやるにあたって、まあ、なんでしょうね、なんか気持ちよくというか、そういったところで気分を害することが一番僕の中では、なんですかね、ご迷惑になることを避けたいということもありますので、あまりそんなに過剰になってみんな騒がないでっていうのが僕の気持ちです。どうでしょう、お気持ちは整理ついてますか？いや、まあそれはやはり整理といいますか、もちろんその誰かがやらなきゃいけないというポジションで、そしてやはり、築き上げてきたものっていうものは中日ドラゴンズの古きその伝統というか、そこはやはり踏襲しながらやらなきゃいけないでしょうし、そしてまた一番近いところで辰巳さんがこの3年間でやってきた、そして気づいたものっていうものをやはり自分の中で壊さないように、そしてそこをもっとどういった形で光らせることができるのかっていうことも考えながらやっていかなきゃいけないのかなっていうところはあります。その要請をだから受けるか受けないかっていうのはもうちょっと先になると思いますけども、まあ、自分の中ではそうですね、今そういった決意が固まった暁にはお答えをしようかなというふうには思っています。なかなかこう思い、すごく重要な決断というか、重要な決断だとは思うんですけど、そうですね、まあ、簡単な決断ではないので、まあ、そこはでももちろんね、こんだけの、皆さんが揃うということはまあそういうことでしょうし、まあ、本当に先ほども言いましたけども、やはり自分の中では最大限にリスペクトしている辰巳監督も、コーチともどもすごくお世話になってきて、この野球界に今自分がいるのはなぜかなって考えた時には、辰巳に、まあ、ある意味選手の時の先輩であり、もうコーチともどもすごくお世話になってきた方ですから、最後の最後までそれで、気分を害すことがないようにということだけはお願いを皆さんにしたいかなと思います。はい、なんか今シーズン、何かたくさんの監督とお話しされたことがあるんですか？もちろんシーズン中は
で1軍の状況、それから2軍の状況、誰が調子いいですよとか、ちょっと今調子が悪いですねっていうような健康感という意味合いでは、年間を通して、時間が空いた時に、時間がお互いあった時には意見交換というような意味合いで、会っていました、はい、最近は時の話は最近はっていうより、まあ、あの年間通してちょこちょこ会ってました。はいはいはい、わかりました。はい、はい、もちろんそれをきっちりとした形で、決定っていう形になった暁には皆さんの前で発表をすることもありましょうし、ただそこで今言えることは要請があったことに関しての事実は認めますけども、イエスノーっていうところはまだ回答してませんよっていうところです。はい、ありがとうございました。テレビ感じ以上ですが、はい、いかがでしょうか。いかがでしょうか。いつ頃までに返答が欲しいとか、井上監督の中にいつ頃までに答えを出したいみたいなのがあって。いや、それも特になく、でも先ほどから何回も言いますけども、やはりその一軍のシーズンがね、残ってますからね、試合が。なので、何曜日なの、4、5、6とあるんですかね、4、5、6とあるので、まあ、それが終わってからでしょうね、その決断というの。でそこであまりにも僕がちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいというわけでもいかないでしょうから、そこへんの認識とか意識はちゃんと持っておかなきゃいけないかなと思ってます。はい